劉備は成都にいるという情報を得、張軍たちは成都にたどり着いた。しかし成都城は同じくオロチに抵抗しているはずの真田幸村軍による猛攻にさらされていた。成都城内の軍はオロチの術でよみがえり、その手先にされてしまった亡者の群れだと幸村は信じ込まされていたのである。このままでは成都軍の壊滅も時間の問題。張軍らは城内にいるはずの劉備を守るべく真田幸村と戦うことを決意した。成都を探ってきたぜ。城兵は皆ピリピリしてる。限界態勢だ。あれじゃお偉いさんを警護してるって言ってるようなもんだぜ。偵察誠にかたじけない。よし、生徒に進軍して劉備殿を救い出す。都城が囲まれている。オロチ軍だ。オロチの連中じゃないようだが、とにかく急ぐ。裏道を回ってとっとと城に入っちまおうぜ。こっちにも俺がいるぞ。王者も我々のことを言っているのか。こんな色男を捕まえて猛者にするわけねえよな。そんなことよ、オロチ軍の偽伝令を止めなくて放っておけば無駄に敵を増やすことに。任せときな。あの騒がしい敵はオロチの手下、オロチの計略ってが。じゃあ城を囲んでる連中は、おそらく亡者と戦っているつもりなのだろう。たく、まぬけな連中だぜ。しかし厄介だな。新手の猛者を発見したぞ。今日発見。早く。猛者が集まってきておるのか。この城は俺、城の攻略を急ぐのだ。私と手合わせ願おう。魔王を殺す。無駄人間を操るとは許せん。猛者の暴走を食い止めてみせる。このやりまして超死流。おしまいだぜ。アナリの使いかと見ました。
私では止められぬ。敵将打ち取ったぜ。これもやりますね。とんでもない。敵将打ち取ったぜ。まあ少し見直しますか。これが最下級の戦い方だ。これもやりますね。さあどこからでもかかってこい。次は負けない。敵将打ち取ったり。これもやりますね。お見事でございます。さすがは音に聞く真田幸村。その槍とても猛者の技とは思えぬ。この長子流の槍が死者の槍か勝者の槍か、死に行くまで受けてもらおう。ここでお前を撃つ。これ以上は進ませんぞ。私も共に戦います。じゃあな。お見事でございます。久々に強敵と会えた。敵将打ち取ったぜ。お見事です。いない。我戦う劉備探す。劉備ではない。それな。いや、きっとどこでも来てもらう。諦めぬぞ。俺がぶっ飛ばしてやる。なんて強さ。敵将打ち取ったぜ。俺もやりますね。撤退します。後を頼みました。敵将打ち取ったぜ。まあ少し見直しました。ターン！ターン！ターン！
ますね。お前の相手はこの俺だ。どこからでもかかってこい。タープ！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 お見事でございます。タープ！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 エクション打ち取ったり、お見事でございます。制圧制圧制圧。隷属たる者、王者不敵を取れません。かかってまいれ。この世に送り返してやろう。ああ、そうやっても効かなそうだな。シュートなんて敵陣を駆け抜ける。私が名族だ。運が悪い。せやっ！あらまだ！王者諸君！あいつは放っといて。悪の親玉はドイツだ。あらら、名族なんていうから期待してたのに。せやっ！任せときな。海外軍増設作戦はまずまず成功かな。じゃあな。俺の攻撃かわせるか。
あなたを抹殺できそう。ひとまず撤退だ。敵将打ち取ったり。お見事でございますが、これもやりますね。やはりお前が噛んでた。どうぞ逃がさぬ。あなたが来るなんて聞いてないんだけど。お邪魔者の登場で予定が狂っちゃった。次の作戦を考えようっと。じゃあね。劉備がいないんじゃ何のために来たんだか。劉備だ。一体どこにおられるのだ。劉備、生徒にいない。騙された。義援も劉備殿を探していたのか。これからは我らと共に劉備殿を探そう。待たれよ趙雲殿。戦での非礼お許しくだされ。何も謝る必要はない。私が逆の立場で同じことをしていた。それにあなたの軍と生徒軍には楽器の兵が潜伏していたようです。同士討ちを先導するためでしょうね。楽器の方が一枚上手でした。楽器、我らの共倒れを狙うとは。趙雲殿、私も紀軍に協力させてください。雪村殿ほどの武人が味方になってくれれば楽器も怖くはない。感謝いたす。熱い友情の場面を遮ってなんだが、ダッキの兵は南中に逃げたようだ。どうする？ダッキ、追えば劉備会える。よし、ダッキ軍を追う。手がかりがないのなら掴み取るまで。